野良と雑草、星に。毒親に育てられた JK が毒親の家から脱出を図るが、当然金がないので売春をして、その日暮らしをしているところに娘を水難事故で亡くした空っぽの警察のガサ入れで捕まってしまう。そこからなんやかんやあって、自分が水難事故でガメをベラさせた娘に似ている、その環境最悪の JK を引き取って疑似家族を形成するというハートフル漫画。この作者は普段は明るい感じの作品を描いているのだが、この手のヒューマンドラマも描けるのかと驚き。とりわけ、この JK の境遇とか虐待された野良猫とかの描き方がクソ激烈にお上手で、見ていると猫や JK を虐待したり JK にあることないこと言う人族のクズさに胸クソが悪くなる。虐待の件数に対して養護施設の数が圧倒的に足りない現状や、 JK だったら売春と SNS すれば生き延びられるという部分が問題を深刻化しているという部分がよく描けていてベネ。さらには、売春で稼ぐ手源を淫行法で捕まえるのだが、結果、買える家のない JK たちが不幸になるという上っ面の法律が全く機能していない部分がベネ。ここからネタバレ。この漫画のオチが完全凶悪しておらず、おまんじゅう好みではないし、しっかりとしたオチではなく、答えは君たちの中にあるみたいな、おまんじゅうたちがクソ嫌いなオチで嫌い、偶然の警察のおじさんは罷免されて、JK と売春していた権力者のオスは生き延びて、せっかく機能していた疑似親子は解消させれて、当たり前だが毒親と折り合いがつかず家出するという振り出しに戻るような感じのおまんじゅうたちの嫌いなオチ。うちらがオチを作るなら、権力者と JK との売春の記録情報をバーターに使って疑似家族を形成したまま、偉大に JK が入学して笑顔で終わりの完全凶悪にするのぜ。